三鶴の大東門の海の境にかかる、三ノ水橋三ノ区は、台湾高尾市に位置する四角区。三ノ区は、高尾市中部の丘陵地帯に位置し、県東端の農家の源流地であり、農家とその支流である、三ノ家が区内を貫いている。熱帯気候区に位置するため、高温多湿であり、年間平均気温は、摂氏23度、年間降水量は1500から2000ミリメートルに、 達し、丘陵及び山川口では2000ミリメートル以上となっている。年間最低気温は、摂氏21.6度、最高気温は、摂氏28.4度となっている。1736年、関東省、河尾州出身の林豊山と弟の林勝浦、山ら40数家族が移住、開墾して、村を建設し、三鶴農省と称した。 三鶴の王は原住民の民族名である。または、原住民語でサツマイモを刺すなどの説があるが、定かでない。三鶴の王の音が日本語のミノに似ていることから、日本統治時代にミノと変えられた。高尾県ミノチンという故障であったが、2010年12月25日に、高尾県が高尾市に編入され、ミノ区と改称された。2016年2月6日に発生死者117人を、 出した地震はこの付近を震源とする。近隣の六亀区、杉林区と同様に、六体と称される住民の多くが、八亀人の地区の中心にあたり、高尾市街地の主要な住民が放浪人であるのとは異なる。区長国外特産品に、タバコの葉、マンゴー、手すき紙、紙の傘などの工芸品がある。米どころとしても有名。賃内の多くの飲食店は、 発火料理を売り物として提供している。とりわけ、ジョーといううるチ米で作るライスヌードルの一種が名物として台湾では著名である。他には、当地で、ノレンと呼ばれる台湾画が,が豚の炒め物や、冬瓜、キャベツなどの煮込み料理が名物となっている。ダム建設反対運動が起きたことで、社会活動家には有名な町となっている。高尾市街から6カメ、 高来温泉方面に向かう高尾客運バスが美濃を経由している。およそ一本沖きのバスが高尾との途中で台湾高速鉄道左、A、駅を経由する。台南、大鳥山などからは通常畑山で乗り換えでのアクセスとなる。竜蘭海部保羅、三鶴郎昇景アザ邸、2016年台湾、美濃地震災害調査報告書。日本建築学会。 2018年6月10日閲覧台湾丸ごとガイド台湾観光局2019年3月5日閲覧ありがとうございます。